定は、まあ、実家の畑の手伝いの予定だったんですけれども、まあいにくの雨ということで中止になりました。なんか休みの日ほど雨降るんですよね。うん、なんでだべ。ということで今日は、まあ、母親が、まあ、副業で羊毛フェルトをやってるんですけれども、まあ、教えてくれるということなので教えてもらいに行ってきます。よし、食べ疲れた。ちょっと見て。来た。チュール？チュール？あ、来た。チュール食べるの？目めっちゃ輝いてるもんな。チュール食べるの？おー、分かった。くれくれっつってるわ。収録者だ。待てよ。ちょっとお手。おかわり。おか、伏せ。くるん。鼻。顎できんの？ちょっと。勝手にやるもんね。そんなに好きなんだね。すごい食うな。当たった。クマみたいだな。目がいってるもん。決まってるよ、目が。おいで。なんで来ないの？チュールもらえたらそれでいいのか、お前。チュールもらえたらいいのかい。3時19分、やろうかな。じゃあよし、でんてぐでん。これ何？これ本当リアルだよ。気持ち悪いぐらいだ。友達に作ったんだけどさ、あまりにもちょっと気持ち悪いと怒らないで。違う、年功やつを送ったんだ。生首って感じ。これなんか鹿のやつあるよね。鹿の飾り。その犬バージョン。あ、これが何？本体。何をするかによって色が。どうすればいいのか。作り方を教えてどうくらい。頭なんかちっちゃい。難しそうだ。どういう風に
やるの俺一人でいいの。こうやって痛いよ、こんな足の指の調子で指さしたらゆっくりだな。やっちゃう、せっかちだからさ。結構難しいよ、丸く丸くさ、ちょっと時々こうやってコロコロってやって、ちょっとこうコロコロってやってみ。違う、こうやってさ、こうさ、ちょっと丸くなって、それをまた形整えながら進んで、だから置かないって。丸くなった。そしたらさ、大体のところで目耳なんだよ。猫って難しいんだって感じ。それ何それ。それ何それ。 ET でしょ、どう見て。嘘。ET だよそれ。 ET?俺の猫。いいっしょ。いいっしょ、うまくない？うん、昨日より。あ、もう猫猫これ。わかんない。猫の犬種がわかんない。気をつけたらいい。完成しました。できた。いい感じじゃないかな。三毛猫なのか虎猫なのかちょっと分かんなくなっちゃったよ。完成。よし、できた。ちゃんと肉球もつけました。初めてにしちゃいいんでないかな。えい。いただきます。サバ、何なんですか、これ。うまいの。ということで2日間にわたり猫を作らせていただきました。見る角度によっちゃめんこいです。こ
この動画が終わった後、母親のメルカリにて出品したいと思います。ということで皆さん、早い者勝ちってどっから目線かわかんないけどさ、よかったらこの機会にぜひどうぞ。明日も仕事なのでこれから帰ります。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね。よし、帰る。あ、いただきます。ミキサーやっぱいただきます。よいしょ。じゃあ、そういうことで、お邪魔しました。沸きました。